ミリオンアイドルプロジェクト企画、全員で10万円分お寿司食べよう。やったー。合計100万を目指すミリオンアイドルプロジェクト、成功なら番組連動イベントの開催。そこで今回はスシローで10万円分食べるチャレンジに挑む。開始から40分、この段階での合計金額は果たして。フレッシュが6270円、そして子さんが15000円。私たちまだ何も感じてないって言ってる人たち、まだ何も感じてない。石栗はまだ何も食べてないって言ってます。本当ですか。こっちは3人ぐらいがもうお腹いっぱいって言ってます。やめなさい。合計金額10万円にはまだまだ及ばないが、この3人が今回の鍵を握る。残りは1時間ほど、チャレンジクリアまでおよそ8万円。マジお腹いっぱい。もうなんだその言い方。お母さん怒るよ。もうお腹いっぱいって聞こえましたけども、お腹を空かせる方法っていうのがあります。今調べました。まずは運動。運動する、まあそれは普通ですよね。でもここではなかなかできませんので、食べる順番を考えるっていうね。もう遅い。もう食べちゃったよ。もう遅い。でも私米ばっか食べてて今。なんか米やばいよね。茶碗蒸しとかで。あ、茶碗蒸しあるじゃん。茶碗蒸し。いいやん。とかでなんか攻めていこうかなみたいな。あと聞いてください。なんか頭を使うとお腹が空くらしいよ。なんだろう。何しよう。いいやん。あとでクイズでもするか。きた。8皿の4がサーモン。食レポしたよ。甘だれをかけたいと思う。なるほど。それうなぎとかにかけるやつだよ。ママ、あの食べ物は全部甘い方が美味しいんです。やっぱ素晴らしい。ね、見てくださいこの光り輝いております。ツヤツヤのサーモン。いきます。